しかし汚い川の底に穴井なもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくるとんや。水底なんか見えん方がええ。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。ん、昔この川に女子高生の死体が上がってな、かわいそうに顔は見る影もないほど殴られて体はナイフでめった刺しや。ガイシャは片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と町を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの？ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷。ああ、西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。な、ってことはあんたが？さあ行くで。はは。そうや、今から留置場に案内してあるけど。ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。Poliisiasema. お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな、あんたんどこの娘も今年大学やろ。ポリセラヘタ、ほな楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。Kaikki muut on se.
miehiä. Korra, korra, korra! Majima kun ja naika! Donai shitan? Manbiki demo shitan ka? Omae ni ai ni kitan ya. Nishitani.ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で腕中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん、あの喧嘩はまだ1回表やで。うん、あ、じゃあ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん、誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力、一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これどうかな。コッペ、ああ、そや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。オッケー。Aitio vankilassa. Eihän voi tietenkään lattialle tumpata. No kun ne nukkuu siinä jo lattialla, niin ei voi tumpata kyllä. Niistä niin ainakin tietää epäillä. Kuka sen on vienyt? Kolmas osapuoli. Vasina mitä enää sijoitustartu nää. Anzenna negraga joo mitskarannoja. On toko suu chaukaa.ここせやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれば相手やな。佐川やってやおと教えてあげようかな。けど、どないしようかな。おとなしくはかんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはじ、ごっつい期待してしまうで、真島君。
この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやの。パオクションマジョケして。お望み通り、とことんしばき倒したるわ。ゾクゾクするわ。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ中になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えて最高にええ出会い方やで。ええ、なんや急に真っ当なこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、どんと会えか歯を食ってればだ。マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団。日教、日教連、東上界の直系組織や。あは、東上界直系。あほな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル。数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つもマコト狙っとんの。二つ。俺にマコトを殺すように命令出したのは島の親父。島の中東、東上界の島のか。なあ、セラも島のも東上界。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。あ、渋沢。堂島組。せや、これまた東上界の直系や。セラの日記を。めお前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。じゃこっちはっぱれんやせる。どういうことや。なんでやろな。ま、東上界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ、真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東上界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらなアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは
他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は、誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上、誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ、殺しやなくて、柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めば、とりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど、誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男と、もっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。画面レアクロー。椿園。まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。ほうや、どうね、ほう。おい、おまるさん、出してチェックアウトや。真島くんも一緒に出るぜ。マーク、ラスタイラヘタシ。誰もおらんのかい。しゃあないな。silleen vaan. ei ollut edes lukossa. 勝手に出るで。jaha。お茶。逃げや、西谷。なやねんな。お茶。お前、ビリケンさんには用をしてもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。こら、あ
かん感じやないかい。西谷。昔、おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら、罰当たんな。なあ、おっちゃん。真島君。わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた。思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。Niillä ei ole kato täyttä rullaa tuossa poliisirevolverissa täynnä. 5 laukausta, 3.8, ja ne pitää yhtä tyhjänä varmuuden vuoksi. まこと血を女生かした責任きっちり取ってるんで。いけや、マジマ。許してくれ。頼む。Tuli hännän alla. Ja taas tämä sama tyyppi. Oskare, Majima-chan. Säkin näytät hyvältä. Chotton aida Sotenbori kara omae no sugata ga kieta tte houkoku ga atte na. Shinpai shitan da ze. Tekkiri dare ga ni korosarete kawa ni shizumeraretan ja ne ka tte na. Ryuchijou no Nishitani ni ai ni ittotta n ya. Hee. わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよなあ。ei se teknisesti jotain poistunut Sotenborista. Sonna niin soite doko ikku tsumori dattanda? Mokiron, anta ni hokokushi ni ikutoku ya. Da yo na. Yokatta. Näin on vähän huono suhde. Konna basho de omae koroshite. Kawaisou ja. Souji no oba-chan ga yo.で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが、東城会の直系組織。東城会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東城会や。
堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。やつからここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ。いろいろや。うん。で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あは。チェムレンパーク。行ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。ね？なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。わかった？ちゃんさ、まだ準備できないの？今頃あの子、日教連とかいうやつらに。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。大丈夫よ。はん、やる気じゃん。よし。Saa lukea. Perinteinen paikka. Aha. Punaisten lyhtyjen katu. Dou desu, danna. Asonde ikarimasu ka? Benkyou sasete moraimasu yo. Warii na, aba-san.俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの。あそこだ。いそばいか。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く。まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか。心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。うん。真島五郎さんですね。あは。せやったらなんやねん。世良の親父は
あなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちに、この件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば、生きて返すことはできません。ほう。そりゃ、よっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことで、いいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとるんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。Jaha. No, tää arvattiin. セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。な、何やって。ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。あっかりここはあるめや。せやったら組員を襲わせたのはなんで。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。うん、ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まない。マネーバレアスティブでトラッパーもたっぷろ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。
あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。Tää on ollu ihan heikko tyyppi kuitenkin. どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。ああ、不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。ピッコロメネリア。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ。今空の一坪を誰が手に入れるかで登場会が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり
佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。Kyllä. なんや。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。Cliffhangeri. Ei se. Ei se. Kamurocho-de. On varmis tappamaan. Makoto ni kasurikizu hitotsu owasetara shotsu seihen zo. Inochi gake de mamoru. Omae wa Sōtenbori ni todomari, Sagawa o. No. No. Jaha. Tää pääsi paikalla. Kono toroboneko ga. Nice renkei play da ze, Majime-chan. Ore ni utaseru tame ni koitsu o marugoshi ni shite kuretan daro. Koitsu ka. Makimura Makoto o takusareta fudousan ya tte.ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ。ええ、あなた地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。Den of Desires.